こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回のテーマは桜エビだぜ。桜エビは主に駿河湾で水揚げされる桜色の小さなエビだな。桜エビというと定番の揚げたてサクサクのかき揚げが香ばしくて美味しいよね。鮮度が命の生の桜エビなら、現地に行ったらぜひ食べたい一品だよ。可愛らしいピンク色のその姿は海のルビーとも呼ばれているぜ。干しエビやかき揚げなど食用として多くの人々に親しまれているけど、その生態や生育環境についてはあまり知られていない。小さなエビだけど、普段はどんな風に過ごしているんだろう？また、最近では水揚げ量が大幅に減少していて、深刻な問題となってしまっているため、駿河湾の桜エビはもはや幻の桜エビにもなりつつあるぜ。なんで減少しているの？桜エビの生態やその生態を利用した桜エビ漁、また近年の減少要因などについても詳しく解説するぜ。この動画を見れば、桜エビの魅力やその豊富な栄養価、産地偽装問題、養殖の可能性などについても知ることができるので、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってね。まずは桜エビの基本から見ていこう。桜エビは、深海に生息する小型のエビで、甲殻類のうち、実脚目、根鰓亜目、桜エビ科に分類されているぜ。桜エビ科は20属100種が分類されている。桜エビだけでもそんなに種類があるの？だけど、日本国内で食用としても知られている種類は、桜エビ属の桜エビとアキアミ属のアキアミの2種のみだ。桜エビ属には、桜エビの他に紅桜エビや体長10センチメートルを超える大桜エビなど、国内23種いることが分かっている。小さいのが桜エビだと思っていたけど、そんなに大きな種類もいるんだね。体の色が桜色をしていることが桜エビという名前の由来であることは一目瞭然だな。学名はルーセンシアオーセンス、漢字では桜エビの他に桜エビ、実脚と表記されることもある。このピンク色を桜と表現するところはさすが日本らしいよね。桜エビは通常深海の中層域に生息しているエビの仲間だ。昼間は水深200メートルから300メートルのあたりで過ごしているぜ。随分深いところにいるんだね。月明かりのない暗い夜になると水深20から50メートル地点まで上がってくる。特に5月から6月は大群を成して浮上することがあり、その数が多いと海面が白く光って見えることもある。その様子はまるで大量の牛乳をこぼしたかのように見えるそうだ。暗い夜でも、海の色を変えるだなんてものすごい量だね。桜エビは、日本国内では静岡県の駿河湾を中心に生息していて、日本で漁獲されるのは駿河湾のものだけだ。主に、富士川、安倍川、大井川の淡水を混入する河口付近に密集して漁獲されているぜ。他には生息していないの？この他にも、東京湾、相模灘にも生息しているけど、駿河湾のように沿岸近くにたくさん繁殖しているのは世界的にも珍しいんだ。だから駿河湾だけで漁ができるんだね。でも、2019年には長崎県の五島列島沖、福江島の南約 40km 地点で、深さ約 380m に分布していることが、日本と台湾の研究グループの調査で明らかになっているぜ。長崎にもいるの？また、台湾東方沖、西南沖にも生息が確認されていて、こちらは漁業が行われている。世界では、日本の駿河湾とこの台湾でしか取れない貴重な資源なんだぜ。日本だけだと思っていたけど、台湾でも取れていたんだね。大人の体長は4センチから5センチ前後で、体の表面がとても薄く、美しい透明感のあるピンク色の斑点が散らばっている。干しエビとかでしか見たことないけど、本来は透明にピンクの斑点だったんだ。その美しさから駿河湾の宝石とか、海のルビーなどと呼ばれているぜ。さらに、体の表面に約160個もの発光器が並んでいて、ストロボを当てたり光の刺激を与えると、とても弱いものの、発光するんだぜ。桜エビって光るんだ。二対の触覚を持ち、中ほどで一度折れ曲がっている長い第二触覚は、体の3、4倍にもなるほどとても長い。あれ？でも食べるときはついていないよね。それは、食感を良くするために事前に処理されているからだぜ。そして五対の足のうち、口の直前にある一対の第二、第三補脚が胸郭に変化していて、主に餌を掴んだり、噛み砕いたりするのに使われている。第四、第五補脚は短い。エラは細かく枝分かれした羽毛状の構造の根鰓と呼ばれる特徴を持っているぜ。今度ちゃんと見てみようっと。桜エビの主な餌は、海中を浮遊するプランクトンやデトリタスだ。デトリタス？生物の死骸や排泄物などが分解されて微粒子状になった有機物のことだ。これらに付着するバクテリアなどの微生物を食べているぜ。お口がちっちゃい桜エビはやっぱり小さいものを食べるんだね。
一方、天敵はというと、外洋性のハダカイワシやイカなどだ。小さな桜エビはあっという間に食べられちゃうでしょ。ところが、桜エビは、明るい昼間は深海の200から300メートルの暗い中層域を、群れをなして泳ぎ、身を隠して過ごしているぜ。ええ、敵から身を隠しているんだ。ただし、深海は餌が少ない。そこで、天敵に見つかりにくい夜になると、20から50メートルの浅い層へ移動し餌を食べるんだ。このように1日の中で規則的に生息振動を移動させる現象を、日周遠極移動と呼ぶぜ。賢いね。こうした生態は、珍しいことではない。桜エビに限らず、低生生物以外のほとんどの海洋生物が日周遠極移動を行っているんだ。深海生物って面白いね。このような習性があるため、桜エビ漁は夜間に行われているわけだ。夜は生態を理解した効率のいい時間だったんだね。次に桜エビの一生について見ていこう。桜エビの寿命はおよそ15ヶ月ほどだ。10ヶ月から12ヶ月で成熟し、産卵後に3ヶ月で一生を終える。1年ちょっとで大人になって子孫を残したら死んじゃうんだね。桜エビの産卵は、5月下旬から11月下旬まで続く。駿河湾に生息する桜エビは、主に富士川河口沖と焼津沖で産卵することがわかっているぜ。場所も大体決まっているんだ。産卵期間中、メスは交尾と脱皮を7回から8回以上繰り返して成長する。産卵期が近づいたメスは、卵巣内で卵が成熟すると胸の部分が灰色から黒みがかった青になり、肉眼でもメスであることがわかるくらいだぜ。漁師さんの間では通称頭黒と呼ばれている。卵がたくさん入っているとこだね。受精卵は保護されることなく水中に放出され、プランクトンとして水中を浮遊するぜ。卵を保護しない分、小さな卵を大量に産んで個体数を確保するんだ。そのためこんなにも小さいのに、他のエビの仲間よりも一度の産卵数が多い。どんだけ産むの？約 0.26 ミリほどの卵を、一度の産卵で約1700から2300個産み、一匹のメスが産卵期間中に生み出す卵は、全部で約1万8000粒とも言われている。そんなに？卵は約1日半ほどで孵化し、体長約 0.32 ミリメートルほどのノープリウス幼生になるぜ。ノープリウス幼生？甲殻類に共通の最も初期の幼生の名前だ。やがて脱皮を繰り返しながらノープリウス4期、エラフォカリス3期、アカントソーマニキと甲殻類特有の進化を4段階経て、約1ヶ月後には体長 7.5 ミリメートルほどのチエビまで急成長する。うわぁ、急成長してもまだ1センチにも満たない小ささなんだ。かわいいね。その後は、脱皮間隔が次第に長くなり、孵化から3、4ヶ月で2センチほどの大きさに成長する。卵やノープリウス幼生は、主に駿河湾の中央から奥の方に多く分布し、さらに成長したエラフォカリスやアカントソーマキの幼生は、駿河湾内外に分布していることが明らかになっているぜ。桜エビの子供は駿河湾の中を移動しながら成長しているんだ。桜エビの成長には、適切な水温と餌となるプランクトンの量が重要だ。餌だけじゃなくて水温も大切なんだ。桜エビの孵化から幼生の成長には、水温は23度から26度が適温とされていて、適水温帯の幅が大きいほど産卵数が増え、幼生の成長が活発になるぜ。一方海水温が低いと、海底に留まる傾向があるようだな。餌は何を食べているの？ノープリウス4期からエラフォカリス期までの主な餌は、植物プランクトンだ。成長に伴って餌は切り替わり、アカントソーマニキになると、植物プランクトンだけでなく動物プランクトンも捕食するようになるぜ。この時期に十分な餌がなければ、成長どころか桜エビは死んでしまう。餌の確保が大事なんだね。駿河湾の植物プランクトンの増殖時期は3月から5月と9月から11月上旬までの1年に2回あって、特に春のプランクトンの生産量は秋に比べて3から4倍も多いぜ。だから、春の桜エビが有名なんだね。きっと桜エビの赤ちゃんたちもたくさん餌を食べてるから順調に成長するんだね。でも、ここまでメカニズムがわかっていても、深海生物である桜エビの生態はまだわかっていないことも多く、人工飼育や養殖はまだまだ難易度が高い。いつか人工飼育で養殖できるようになるといいね。ところで、桜エビと見た目や特徴がよく似ていることから、間違われやすい小型のエビたちがいるぜ。桜エビみたいな小さなエビ？それが、白エビと秋網だ。あれ？聞いたことあるな。白エビは日本海の富山の名物でもあるよね。でも秋網って？沖網なら聞いたことあるけど。白エビは産地で有名な富山では白エビと呼ばれているけど、実は白エビが正解だ。
外見から生態、利用方法まで桜エビにとてもよく似た小さな白っぽいエビだな。でも、桜エビとは全く別の系統で、オキエビか白エビ属に分類されているぜ。桜エビと比べると白さがよくわかるね。桜エビと同様、深海に生息する小型のエビで、体長は5センチから8センチほどと、桜エビよりも一回り大きく、やや平たい体型で、複眼の後ろと尾の上に小さなトゲがあるのが特徴だ。似ていると思ったけど、比べると随分大きいんだね。体色は無色透明で少しピンクがかっているように見えるけど、死んでしまうと乳白色になる。このことから白エビという和名がついたとされているぜ。学名はパシファイア・ジャポニカで、ジャポニカとつく通り、白エビは日本の固有種のエビだ。日本海側は富山湾、太平洋側では遠州灘、駿河湾、相模湾に生息しているぜ。え？富山だけに生息しているわけじゃないの？白エビの商業漁獲が行われているのは富山湾のみなんだ。だから富山でしか取れないと勘違いされているけど、実は桜エビ同様、他にも生息が確認されているぜ。そうだったんだね。桜エビは駿河湾の宝石と呼ばれているけど、白エビは富山湾の宝石なんて呼ばれたりしているよね。桜エビ同様に深海で群れを作り、遊泳しながら日周鉛直運動を行い、昼間は水深150メートルから300メートルで過ごし、夜になると水深100メートルほどの水域まで浮上する。桜エビとそっくりだね。でも、繁殖活動は桜エビとは異なっていて、桜エビはメスが抱卵せず受精卵を海中に放つ根菜や木に属するのに対し、白エビはメスが卵を腹足に付着させて保護する抱卵亜木に分類されている。似たような見た目や生態をしているけど、ちょっとずつ違いがあるんだね。続いてアキアミだ。ちょっと聞き慣れない名前かもしれないけど、こちらは分類上は桜エビと同じで、十脚目、根菜亜木の桜エビ科に分類されるエビの一種だぜ。日本を含めた東南アジアの内湾域に生息する小型のエビだ。よく聞くオキアミとは違うの？名前はとてもよく似ているけど、オキアミは分類上プランクトンの一種で、アキアミとは全く別の生物だぜ。オキアミってプランクトンなの？桜エビより小さく、体長1センチから3センチほどだ。体の色はピンク色をしているけど、桜エビほど濃くはなく、死ぬと白っぽくなる点は白エビに似ているな。瀬戸内海から九州、朝鮮半島、東南アジア、インドまで分布しているぜ。アキアミも広く分布しているんだね。アキアミは1年のうちで2回から3回世代交代を行うことが分かっていて、9ヶ月から10ヶ月ほど生きて越冬をする越冬世代と、夏の2、3ヶ月だけで一生を終える夏世代があるぜ。桜エビとはまた違った面白い生態をしているんだね。一見、桜エビに似ているけど、第一橋脚にハサミを持っていたり、発光器を持たないといった違いもあるぜ。でも、食用としては、桜エビと勘違いされやすい。そんなことからアキアミを桜エビと偽って販売する悪徳業者もいたりして、問題になったこともあるぜ。まあ、見た目もそっくりだし、パッと見ただけじゃ気がつかない自信があるよ。駿河湾の桜エビ漁の歴史は古く、1894年に始まったぜ。現在の静岡市にあたるゆいゆいの漁師が富士川河口沖でアジの網引き漁をしていたところ、手違いで網が深く沈んでしまい、たまたま大量の桜エビが入ったことが始まりと言われている。桜エビは偶然の発見だったんだ。それより以前からも桜エビの存在は知っていたようだけど、漁の仕方がわからなかったようだ。翌年の1895年にゆいで、またさらに翌年の1896年には神原で本格的な桜エビ漁が始まったぜ。すぐに人気になったんだね。当時、静岡で水揚げされた魚の一大消費地は山梨県甲府市だったそうだ。桜エビという名前も、静岡の行商が売り歩く時に目を引きやすくするため、イメージの良い桜エビという名前を付けたなんて話もある。内陸の甲府は海に面していないから、静岡からの行商はありがたかったかもしれないね。そして現在、日本国内で水揚げされる桜エビはほぼ 100% 静岡県駿河湾産だ。主な漁の時期は春漁の4月から6月、秋漁の10月から12月に分けられているぜ。桜エビの繁殖期にあたる6月11日から9月30日までは資源を保護するために禁漁期間と定められている。桜エビの生態を生かして漁をしているんだね。また、冬の水温が低い時期はエビが深海に留まるため休漁期間だ。春の漁が待ち遠しい。漁の方法はさっきも言った通り、桜エビは日周鉛直運動を行う特徴があるため、日没近くになると深海から海面付近まで上昇してくる。この特性を生かし、浮上してきた桜エビを網で捕獲するぜ。だから、桜エビ漁は夜に行われるんだったね。桜エビ漁を行うには行政の許可が必要だ。
現在駿河湾では約120隻の許可証を持つ漁船があるぜ。2隻1組で網を引く2艘船引き漁法が行われている。勝手に取っちゃいけないんだ。また、桜エビの資源を保護するために、1977年から現在までプール操業体制が取られている。プール？桜エビをプールで泳がせるの？これは、静岡県桜エビ漁業組合に所属するすべての漁船が一緒に漁に出て、漁獲量を調整するものだ。水揚げ代金は全漁船でプールされ、平等に利益が分配される仕組みになっているぜ。取った分だけ稼げるわけじゃなくて、みんなで漁をして、みんなで分けるってこと？例えば、10隻の船で漁獲した桜エビの漁獲高が1000万円だった場合、1隻あたり1000万円割る10艘で、100万円が分配されることになる。漁師さんがみんな協力して漁をしているということだね。このような規制を行うことは、乱獲を防止し、漁船間の価格競争を防ぐことにもつながっていて、桜エビに限らず、水産資源を保護するための取り組みの良い例として資源管理の模範とも呼ばれているんだぜ。大切な資源を守りつつ、漁師さんの利益を守る意味もあるんだね。駿河湾でしか取れない桜エビは静岡県の名産品として、観光業を支える食材の一つになっているぜ。春と秋が漁の期間だからこの時期に桜エビを目当てに行く観光客も多いだろうね。夜のうちに取れた桜エビは由比港で水揚げされると、翌朝には鴨原の藤川河川敷で天日干しされるぜ。午前中は地面の砂利の熱が桜エビを温め、午後は風で冷やすことで、照りのある美味しい桜エビができると言われている。この時期の河川敷は桜色の絨毯だね。桜エビの干し場は東京ドーム約2個分の広さにもなるぜ。天日干しにされた桜エビはピンク色に染まり、美しく輝く。そして、桜エビでピンク色に染まった河川敷と、そこから見える富士山は、駿河湾ならではの季節の風物詩となっていて、時期を合わせれば観光客もその様子を見学することが可能だ。見学できるんだ。圧巻だろうね。また、桜エビは深海から浮上してくるため、中には奇妙な深海魚が混ざって網にかかることもあるぜ。そうなんだ。鱗が取れやすく丸裸に見える裸イワシや、コセと呼ばれるハシキンメ、白髪と呼ばれるタチウオの子供なんかも網に入る。白エビも網に入ることがある。さっきも白エビは駿河湾にもいるって言っていたね。地元では桜エビに混ざって飴色に輝くので別光などと呼ばれているそうだ。これらは選別されて漁師さんたちが美味しくいただいているそうだぜ。いろんな魚が混ざって取れるんだね。静岡県の由比漁港では、期間限定で桜エビのかき揚げ丼などを楽しめる。また、桜エビやシラスなどの関連商品を扱う直売所も併設されていて、毎年5月3日には桜エビ祭りが開催され、観光客にも人気のイベントとなっているぜ。うわぁ、ぜひこのシーズンに観光したいよね。桜エビは栄養価が非常に高いことでも知られていて、主な成分は、タンパク質、脂質、各種ビタミン、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、マンガン、リン、鉄、銅、亜鉛、キチン、キトサン、葉酸、DHA などが含まれているぜ。こんなに小さいのに覚えきれないほどの栄養が入っている。あと、化粧品などに使われ、抗酸化作用を持つアスタキサンチンを多く含んでいるほか、カルシウムに関しては、牛乳の6倍も含まれていると言われているな。美容にも良いんだね。一般的にエビは殻を剥いて食べることがほとんどだと思うけど、桜エビは丸ごと食べられるため、余すことなく栄養を摂取することができる。骨粗鬆症予防や、アンチエイジング、悪玉コレステロールを下げる作用や、肥満改善、免疫活性作用、成長作用などの様々な作用が期待されているぜ。天日干しにされた桜エビなら年中楽しめるけど、栄養が抜けたりすることはないの？いやいや、その逆だ。特に天日干しされた桜エビは、栄養分が凝縮され、風味や香りが良く、独特の食感が楽しめるぜ。そのまま食べることもできるし、素揚げやかき揚げ、いろんな料理にも入れられて、手軽に栄養を取れるな。それはぜひ食べなきゃもったいないね。近年、桜エビの漁獲量が減少していることが問題になっているぜ。桜エビは2018年以降、記録的な不漁に見舞われていて、存続が危ぶまれている。そんなに減っちゃったの？2017年における漁獲量は1132トンだったけど、2018年の春漁では桜エビの漁獲量が前年の4分の1以下の312トンだったぜ。この数字は1986年以降の記録で最低水準だ。急に4分の1まで減っちゃったの。このため、2018年の秋漁は史上初めて中止となってしまったぜ。
その後も厳しい自主規制が続けられたものの、2019年は175トン、2020年は128トンと、3年連続で過去最低を更新し続けているんだ。うわぁ、このままじゃいつか本当に幻の桜エビになっちゃう。そんな中、2022年に行われた秋漁は182トンと、2018年以降で最多となったぜ。でも、これは資源が十分に回復したわけではなく、深刻な状況は今もまだ続いている。それにしてもどうしてこんなに減ってしまったんだろう？桜エビ減少の原因は未だにはっきりとしていないものの、理由の一つとして、駿河湾に流れ込む富士川の水質汚染や濁りの問題が挙げられているぜ。水質汚染？駿河湾には、富士山や南アルプスなどからの養分が豊富な海底湧水が流れ込んでいる。海底湧水には栄養塩が多く含まれ、桜エビの餌となる植物プランクトンの生育に欠かせない。桜エビが、この富士川とか淡水が入り込むような河口付近に密集して生息していたのは、餌となるプランクトンが豊富だったからだったんだね。だけど、ダムの建設や工業排水、農薬などの化学物質を含む水が流れ込むようになり、駿河湾に流れ出る放水路の水質調査では、基準値を大幅に超えた水質汚濁が進んでいたんだ。それでプランクトンが減っちゃって、結果として桜エビも育たなくなってしまったということなんだね。そして、もう一つ考えられている理由が黒潮の大蛇行だ。黒潮の大蛇行？黒潮と本州南岸の間に大きな冷水の塊が居座ることによって、黒潮がそれを迂回して流れるようになってしまったんだ。この影響で、桜エビの卵は湾外に放出されてしまい、黒潮に乗って三浦半島沖まで流れ、相模湾を半時計回りに進み、小田原まで流れ着いていると推測されている。もしかして、桜エビが黒潮に連れて行かれちゃったということ？実際、小田原港では桜エビの漁獲量が増えているそうだ。この黒潮の大蛇行は、2017年から現在まで続いていて、今後も継続すると予測されている。ちょうど桜エビが減少した頃と同じ時期だね。そんな自然の力には逆らえないよ。また、2020年には自主規制で禁漁区と定められた区域にもかかわらず、一部の漁船が桜エビ漁を行ったことが明らかになっている。漁が行われたのは駿河湾奥の産卵場だ。産卵場は、資源回復のため、調査や対策会議など公費を投じ、学識経験者らが全面支援した結果規制されていたエリアだったぜ。そんな大事なエリアで漁をするだなんて、きっとみんなだって我慢していただろうに、厳しく取り締まらないとね。でも、これら禁漁区の取り決めは、あくまで漁船ごとの身内の約束のようなもので、資源回復の科学的根拠や法的な取り締まりは何もないんだ。そうなるとルールを破る人たちがいたとしても取り締まれないの？だからといって放っておくわけにもいかない。産卵前の桜エビを乱獲すると、不良につながることになるぜ。資源保護のための乱獲は絶対に防いでいかなくてはならない。きっと桜エビの関係者たちはみんな不良が続いて苦しいんだろうけど、目先の利益だけを考えてしまえば、いつか桜エビ自体がいなくなっちゃうよ。駿河湾での桜エビの減少に関連して、今度は産地を偽装する業者が問題となっているぜ。次から次へと、2018年の出漁取りやめや2019年の不漁によって、国産桜エビの流通量が減少し、代わりに台湾産の流通量が増えているんだ。主に、台湾南西のピントン県小琉球周辺海域と、東部の宜蘭県の紀山島周辺海域、大鈍県ダーウ沖の3カ所が漁場となっていて、大量の台湾産の桜エビが輸入されている。もう一つの桜エビの産地だね。このため、景品表示法で定められた原産地表示の偽装が発生していて、静岡県内の業者は、これまで地区によってバラバラだった名称を統一し、駿河湾産桜エビの統一認証ラベルの策定が進められたぜ。2020年2月からは、小売店においてもこのラベルが重複されるようになっている。これで台湾産の偽装はなくなるね。ただ、別に台湾産だからといって質が悪いわけではない。台湾産であっても桜エビは桜エビだ。確かに日本産に比べて選別が甘かったりするようだけど、最近は台湾産と分かって安く購入している人もいるし、なかなか好評のようだぜ。そうなんだ。桜エビはどこでも美味しいんだね。国産が手に入りにくい今となっては、一時的にでも台湾産に頼らざるを得ない気もするね。近年、魚介類の養殖において、様々な研究や実用化が進んでいて、漁場が限られ、水揚げ量が減少している桜エビについても養殖の可能性が探られているぜ。でも桜エビの養殖は難しいんじゃなかったっけ？人工飼育下で脱皮や産卵に成功した事例があるものの、特殊な浄水設備のある水槽を使用しても、わずか1週間程度で死んでしまうそうだ。
うまくいかない原因は何なんだろう？桜エビは、狭い水槽内で大量に飼育されるとストレスを感じ、大量のアンモニアを放出する。この量は一定ではなく、突発的に平常時の100倍の量になることもあって、こうなると水の浄化が追いつかずに死んでしまうようだ。広い駿河湾は桜エビにとってとてもいい環境だったんだね。また、桜エビは、成長段階に合わせて植物プランクトンと動物プランクトンの両方を必要としていて、豊富な栄養分を安定的に与える必要がある。このような水質を保つための装置や餌の準備、その他の設備や人件費などを考慮すると、桜エビの養殖には莫大なコストがかかることが予想されるな。桜エビみたいに小さい生物の人工飼育なんて簡単なように思えるけど、実はとんでもない手間暇がかかるんだね。そんな中でも、養殖への地道な研究はされているようだ。はじめは静岡県外に生きた桜エビを持ち出すことすら難しいことだったけど、水槽内の酸素を増やしたり、アンモニアを分解して窒素を除去する微生物を利用するなどの工夫により、数日間であれば生きたまま輸送できるようになったそうだ。研究が進んでいるんだね。これは、まだ試験段階ではあるものの、この先研究が進めば、いつか人工的に孵化させて、湾に放流することができるかもしれない。そうすれば桜エビの回復につながることが期待できるな。もしかしたら世界で初めて、桜エビの養殖に成功するかもしれないよ。というわけで今回の動画は以上だぜ。深海に生息する桜エビの生態や、その魅力について紹介してきたけどどうだったかな？年々漁獲が減っているのは残念だけど、それでも春の風物詩である桜エビのピンクの絨毯と富士山の景色は一度は見てみたいな。もちろん生の桜エビも食べたい。静岡県では漁業を支える貴重な存在として、多くの人々が桜エビの資源回復を望んでいるぜ。この先、桜エビの生態や養殖技術の研究が進めば、資源の保護に役立てられるかもしれない。今後の研究に期待だね。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてもらえると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。